日本でも F-35 A 戦闘機の組み立てが三菱重工で行われている中、量産の兆しが見えてきました。今回は日本の F-35 A 戦闘機調達コストとアメリカの調達コストはどうなのかを詳しく見ていきますね。新進を量産でもいいような、しつこいですね。アメリカ空軍は主力戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2A 型に関して2023年は33機の調達を予定しているが、この数量は新バージョンであるブロック4等が実現されるまで抑制された状況だと言える。今後はそれらを元から搭載した機体が製造される予定であるため、その目途が立ち次第アメリカ空軍の調達数は再度増加が見込まれることになり、その場合には機体の単価はさらに上昇すると考えられている。では現時点のアメリカ空軍の33機の F-35 ライトニング 2A 型の1機あたりの価格がどうなっているのかといえば、およそ1億600万ドル、1円、130.85 円換算で138億7000万円に相当していることが確認できている。この1機あたりおよそ1億600万ドル、1円、130.85 円換算で138億7000万円。という価格をいかに捉えるのかは受けての解釈次第ではあるが、最新鋭の第5世代戦闘機としては絶対値として高額とまでは言い切れない感じが個人的にはしている。また対象がアメリカ空軍であるため、当該の機種は F-35 ライトニング2の中でも最も基本型である A 型のみであり、短距離離陸、垂直着陸が可能なB 型や航空母艦艦載仕様の C 型は、これよりも高額なことは間違いないだろう。そのため、同軸2023年にアメリカ空軍が調達することを決めている戦闘機同士の比較であれば、第 4.5 世代機とされる F-15 イーグルの最新バージョン EX が24機の調達で、1機あたりはおよそ1億300万ドル、1円、130.85 円換算で134億7000万円となっている。ただし F-35 ライトニング 2A 型であれば標準装備している電子戦装置等を F-15 イーグル EX は備えていないため、そこまで勘案すれば1機あたりの機体単価はむしろ前者の方が安価ですらあるといえ、割安感も大きいと感じられる。一方で、3年ほど前の2020年時点では、同じ F-35 ライトニング 2A 型の1機あたりの調達価格は、およそ7790万ドル、当時のレートで、日本円では約87億円に相当と公表されていたこともあり、これに比すれば上昇していることが伺える。これが、日本の場合には、どうかかといえば、2020年7月にアメリカに承認された A 型63機、B 型42機という2機種の合計105機で、混成ではあるが、総額は約113億ドル、1.2 兆円相当で、1機あたりは約1億700万ドル、約126億円であった。この金額は、先の2020年時点でのおよそ7790万ドル、日本円で約87億円とされたアメリカでの A 型の単価に比すれば、A 型より単価が高い B 型も包括しているだけに、若干高額になってしまっている感は否めない気もする。ただし、その差は、日本の反対勢力が、よく、こうした調達を非難するために用いる、アメリカ側の言い値で、法外な金額を押し付けられたというような指摘には当てはまらず、まあ、同盟国として、妥当な水準に落ち着いているように、個人的には思える。ましてや、未だ、一部の野党の議員の中には、F-35 ライトニング2をして、時代遅れなどと揶揄する主張も、
少なからず見られるが、単に批判のための言葉に過ぎず、第5世代機を超える機体など、どこの国も実用化には成功していない。軍事に関する全般を忌避することこそが、太平洋戦争後の日本におけるリベラル派のイデオロギーのコアであったことは言うまでもないが、それが許されていたのは、日米安保条約やその後の日米同盟による後ろ盾があったことを無視してはならない。当時の冷戦構造期における日本の安全保障は、そうした政治的なアメリカとの同盟関係による権付けと、最大の仮想敵国であった旧ソ連が、日米の戦力を前に、日本に対する武力行使は得策ではないと判断していた結果に他ならないだろう。昨今は、2022年2月に正規してしまったロシアによるウクライナ侵攻によって、この21世紀に入っても、国対国の戦争が起こり得ることを、日本を含む多くの国が再認識させられているが、それ以前には、確かに、そうした考えは薄れつつあった。そのため、日本がアメリカから F-35 ライトニング2を、前述したような金額で調達を行うと決定した後には、起こるはずもない戦争に備えて、無用な戦闘機に多額の費用を注ぎ込む行為だと少なからぬ人々が主張していた。こうした考えはロシア・ウクライナ戦争の勃発で打ち砕かれてしまったわけだが、ひとえに日本だけというわけでもなく、ヨーロッパの各国も大同小異であり、ここに来て大幅な軍事費の増加で軍備の強化に舵を切っている。現時点の2023年4月の頭段階では、アメリカや NATO 諸国は、ウクライナ側が求めている戦闘機 F-16 ファイティングファルコンについては、供与を否定する姿勢を保っているが、いずれかのタイミングで切り替える可能性はあるだろう。ロシア側が取り得る手段が、今と同様に、戦術核による恫喝のみだと判断されれば、F-16 ファイティングファルコンは、西側諸国からがウクライナに供与される可能性は高く、むしろ、供出国は、その補填に F-35 ライトニング2等の最新鋭機を調達する機会を得ることになる。こうした展開は、ロシア・ウクライナ戦争を出しにした行為だと、一部の勢力からは非難されるだろうが、必要とする国とされる国との利害の一致、そして装備の近代化を同時に図れることから、開始が決まれば、一気に加速するのではないだろうか。さて、話を、日本の F-35 ライトニング2に戻せば、前述した2020年7月の A 型63機、B 型42機の計105機で、1機あたり約1億700万ドル、約126億円、という単価とは別に、総額約118億ドル、1.3 兆円相当、1機あたりは、約1億1230万ドル、約123億円がかかっている。この費用の内容は、F-35 ライトニング2の機関部や、レーダーセンサ類の予備部品等から、製造元であるロッキード・マーチン社の技術支援費、搭載するシステムの使用料など、トータルな運用をサポートする費用となっている。これらをトータルすれば、日本の2020年時点での F-35 ライトニング2の1機あたりの取得費用の合計は、約 2.2 億ドル、249億円相当となり、単純な機体単価のちょうど2倍ほどの費用となっていると考えてよいだろう。昨今の西側諸国の第4世代機以降の戦闘機は、おおむね単純な機体単価の2倍以上が、実質的な取り得費用となっている現状と照らし合わせれば、この金額が常識的な線から大きく逸脱しているとまではいかないことは確かである。この時の日本のように、合計で105機の調達を行うという点では、その数は
かなりまとまったものであるため、もっと少数しか調達を行えない小国の場合には、ユーロファイタータイフーンでもこれよりも高額であることは珍しくない。それを考慮すれば、機体そのものに非常に高度なステルス性を有している F-35 ライトニングには、それゆえに生存性が高く、費用対効果という視点から見ればこれに代わる戦闘機は、現時点では日本に他の選択肢は存在していないだろう。今後、イギリスやイタリアと共同開発を行う GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいて生産される次期戦闘機は、同様の特徴を示すだろうが、少なくとも2035年までは実戦配備は行われない予定である。そのため、今の2023年から12年間は、現有の航空戦力で、日本は領空の防衛を行う必要があり、最大の仮想敵国となった中国が、第5世代機の J20 を、すでに200機以上、実戦配備をしていることを踏まえれば、F-35 ライトニング2の重要性は、言うまでもない。